はい、シュプリームテラテラです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、ということでね、今オープニング撮ってるんですけれども、実は12月12日にですね、このテラテラの壁チャンネルがですね、目標としておりましたチャンネル登録者1000人を達成することができました。ありがとうございます。もうほんとね、ひとえに皆さんの、日頃の応援のおかげだと、もうほんと心から感謝しております。ほんとありがとうございます。それとね、まあ、こんな私とですね、嫌な顔をせずにですね、コラボしてくださった、YouTuber の皆さんのおかげだと本当、思っております。心からありがとうございます。それでですね、ウィーク15の購入動画なんですけども、実はまあ、シュプリームプラスさんのチャンネルの方で、まあ、公開っていうアナウンスをさせていただいてたんですが、ちょっとですね、データ量があまりにも大きすぎてですね、ちょっとうまくプラスさんの方にお届けすることができなくてですね、ちょっとまだ公開できてない状態なんです。で、ちょっとね、まあ、この分だと公開難しいかなっていうことで、まあ、日頃お世話になっているシュプリームプラスさん用に作った動画なので、まあ、ちょっとお蔵入りにしようかなっていうふうに考えていたんですが、まあ、1000人超えたっていうことでね、まあ、ちょっと編集して、オリジナルの動画ではちょっと違うんですけれども、まあ、ぜひちょっと、テラさんの、方で、公開されたらどうですかっていうことをちょっと言っていただいたので、まあ、ちょっとお言葉に甘えてですね、まあ、今回、ちょっと再編集をいたしまして、まあ、1000人突破記念ということで、まあ、動画の方を、公開したいなと思います。これからもですね、面白い動画作っていけるように頑張っていきたいなと思います。それでは動画の方ご覧ください。どうぞ。はい、シュプリーム。はい、シュプリーム。はい、ということでね、今日はウィーク15ということで、うん、ボックスロゴ。そうだね、本当にもう。ボックスロゴついに発売ということで。発売しますね。まあ、事前とかね、うん、まあ、いろいろあって、うん、はい、まあ、今ここにいるわけなんですけどもね、ここ大阪に。はい、今日はね、ゲストにマサトさん。はい。ちょっと。どうもお邪魔します、どうも。お呼びしましてですね。はい。はい、まあ、このね、まあ、言っても、うん、お祭りですか。まあ、お祭りだね、はい、もう本当にこれをね、うん、一緒にちょっとまあ楽しめたらなという形で。そうですね、わざわざ名古屋から、はい、大阪まで。緊張してますね。もう大阪の方ですごいねこれね。そう、うん、はい、まあこれね、まあ、川沿いですけど、うん、はい、まあね、そんな感じで、うん、でですね、はい、まあ私、うん、テラテラなんですけれども、うん、今回事前抽選ですね、はい、なんとなんと無事無事え、エントリーもできずということでまあいつも通り、うん、エントリーできずですね、うん、まあ入力まではできたんですけど、うん、まあ、ちょっとね、マサトさんの顔をかぶっちゃうかもしれないですけどね、このここあたりに載しときますけど、うん、ね、入力して、うん、送信みたいなの押すじゃないですか、送信ボタン、うん、そしたらもうトップ画面に戻されちゃった。トップ画面に、うんうん、またもう一度入力しないといけないみたいな感じ。まあ、それテンション高いやつ。そうで、うん、まあたまにそれで通ってるケースもあるんですけど、うん、まあ通ってなくて、うん、で、まあ、2回目入力した時には、うん、もう、締め切りましたの。なるほど、はい、じゃあ落選メールも来ないかな。そうそう、落選メールも来なかったんで、エントリーできなかった形になっちゃったんですね。できなかった形ですね、うん、でなかなか更新できなくて、うん、なんかね、10分ぐらい、あ、10分じゃない、10秒ぐらいね、うん、ロスしたっていう感じでしたね、はいはいはい、うん、だから33秒ぐらいで、うん、送信をしたんですけど、ダメだった。ダメだった、はい、ということでね、うん、私はですね、今回一般並びということで頑張っていきましょう、うん、頑張っていきましょう、はい、うん、ということでね、一般並びの QR 今から取ってきていきたいと思うんですが、まあ、今日
今日はね、うん、あの最近ちょっと検証都市伝説検証動画ってやってるんですけど、あやってるね、もう今日はねちょっとね今日はさすがにちょっと一般並びで、うん、まあ750人ですかね大阪多いね、はい、事前で通られてる方がいるってことで、うん、もうねちょっと諦めムードなのでまあ都市伝説を使って、うん、まあ、まあ変えるとは思えないので正直、うん、まあ、変えたらいいなという形で、で、今週のね検証はですね、うんうん、無欲になれば欲を出さないね、はい、無欲になれば良番になるんじゃない、うん、まあどうせボックスロー変えなくていいや、もう B2 もいいや、まあ、とりあえず並んどけみたいな、そんな感じ。そうそう、だからもう買うものがないと思うんですよ、うん、今日は、うん、多分もう750人ですから言っても、うんうん、もう全部完売してる状態だと思うので、うん、もう無欲になればですよ、もう欲出しちゃダメだよ。もうただただただあの一般のやつを取りましたみたいな、うんうん、でそれで何番になるかっていう、その一般の中でもどれだけ両番を取れるかっていうのをちょっと検証していきたいな、うん、もう今からもう何番でもいいやみたいなそんな気持ちでいかないの。そうです、もうな、そうです、だからもう別に今日もう欲しいもんないんで、もうない、オッケーオッケー、もうないんで、うん、でこれでね、うん、ちょっと両番狙いたいなと思います。はい、それでは一般 QR 取ってきます。はい、ということで、はい、オンラインチャレンジです。はい、もう本番本番本番、うん、もうこれ逃したら私は買えないなので、うん、もうね頑張っていきたいと思いますけど、はい、もうあと3分もないですよ、うん、はい、ちなみに寺田さんは何狙うの。ね、うん、本当はグレーが欲しいんですけど、うん、グレーが相当早いと思うので、うん、うーん、黒か、うん、カーディガン、あのワインレッド、ね、ワインレッドみたいな、うんうん、あれのどっちか行こうかなって思ってます、うん、マサさんは何色いきます。グレーかな。あ、グレー、グレー、うん、グレーね、うん、うん、いや俺も本当はねグレー行きたいんですけど、うんうん、どうなのかな、まあ、グレーはねもう激込みだと思うから、うんうん、でどうなの、ね、ブラックもそうブラックひねりを入れて、ひねりを入れて多いっていうと思うから、思うんですよね、うん、なのでカーディナルかな。じゃあカーディナル、うん、いけそうなしてきて、まあ、いけそうな気がしてきたね、うん、いやもうほんとね緊張で、ほんと緊張で、うん、まあ、去年はね私、うん、オンラインでゲットしますから。お、しかもあれだよ、あれでしょ、 B2 と一緒にカードを見て書いたでしょ、ワンカードで B2 と紙展開を見せてくれた、フーディーがね両方、うん、ワンカードで書いたっていう、うん、あ、ちなみにあと45秒前ね、はいはいはい、うん、じゃあもうお互い悔いないように頑張りましょう。そうだね、はい、うん、じゃあ集中していきます、うん、はい、カートの方は、カートの方じゃない、住所聞いてないから確認した、はい、もう大丈夫です。大丈夫、はい、OK、 いい、まあ、絶対ほぼほぼクレカ縛りなんで、まあ、クレカ縛りだろうね、うん、うん、あーもう緊張する。あと20秒、20秒だよ。いやもう本番ですから、これ逃したらもうほんと買えないから、うん、買わして、あと10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1 はい、11になった。どうなんでしょうかね、これ更新まだ来ない、更新まだ来ないね、来ない、来ない、いやこれ来ないパターンか、これ来てる人いるのかな、ひょっとして、いや、ああローディングめっちゃ遅くなった、あ、ローディング中、これ更新ボタン押さないよね、押さない方がいいよね、これどうなんでしょう、あ、押さない方がいい、押さない方がいい、あ、俺もう押しまくってるわ、あ、じゃあ俺も押そうあ、ニューが消えた、ニューがやばい、これあれだ、スウェットで行った方がいいかもしれない、いやー違うな、今カートに入れようとしてますね。え、もう来てんの。もう来てる、いや俺来てないよまだ、なんなのこれ、今アディングになってるんで、いやいや、ニューが来てない、俺マジで言っとる、うん、ニューが、もう少しカートに入るか入るかないか、あ、来た、ようやくニューが来た、
これ遅いって遅いって、これは重い遅いってでね、あなんかお間違って L を入れてしまった、 L を入れてしまった、もういいや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 、もう L でもいいや、間違った間違った間違った、上のねボタンが出ないんですよ。いるか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 プリーズウェイトお願いします、お願いします、変えるだろう、プロセッシング、プロセッシングです。ええ注文いただくできませんでした、できませんでした、マジか、俺今購入するのね、上のボタンがちょっと待って、反応しない、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まだカートにある、カートにある、ちょっと待って反応しないぞ、ちょっと待って、何これ、なんかおかしい入ってる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 、いけ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 、頼む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 、何パンダパンダ、ちなみにパンダって何、パン、いやいや、あの選ぶやつが来てるんだよ、マジで、うん、一応ボット対策っぽいのはあるんだけど、うん、何なのこれプロセッシング、もうお願いかわして、もう欲しいのよ、じゃあできませんでしたできませんは、でいけません、うん、購入するボタンがね反応しないんですよこれ、いや俺めちゃめちゃ反応してるけど、待った方がいいのかな、購入ボタン押して、え物はあるの、もう俺3回目だよこれプロセッシングを完売完売でも一緒は、あな、え、な、消えてる、あ、ミディアもまだあるよ、ミディアあるんだけど、ちょっと待ってカートもうおかしくなってるあくそちょっとこれね、これちょっとちょっと黒ビーニーとか入れてみようかついでにあーソールドソールドなってる、ブラックとかならまだあるな、ブラックある、うん、ブラックある、いっちゃうか、ブラックブラック、でもなんかカートに入ってるって出るんだけど俺の、何これ、カートに入ってるって出るんだけど、カートから抜けないしこれね、もう頼む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 、プリーズウェイトプリーズウェイト、あ、ビーニーはカートに入ってないな、完全にプロセッシング、いや俺なんで L にしてんだろう、え、これ絶対ない、ああ完売完、今一瞬完売が出た、マジか、完売してしまった商品があります、いや俺、いやいやカートにもう入ってないから、入ってないから、ちょっといや俺カートに入ってないんだよ、入ってないのになんでこう、いや消したでしょこれ消したでしょ、落ち着け落ち着け落ち着け、ソールド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 ソール、ゼブラがある、ゼブラある、ゼブラがある、ゼブラ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 、よし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 、俺もゼブラ行くぜこの野郎ゼブラ行くぞこの野郎、ああった、イルカ、ま、もうイルカの戦いが、イルカの戦いがもうすごいひどい、購入ボタンがね、俺反応しないんですよね、どうってこれ、あ、完売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 、うん、完売してしまった商品がありますだって、うわ、はい、全部ソールド、はい、全部ソールド、いや強いわ、ビーニーあるよ全然、 えぐいて、ビーニーめっちゃあるよ、あ、グレーブルーだけソールド、ほんとだ、うん、ブラックあるね、もうビーニーはいいわ、わてもビーニーは、うん、うん、ビーニーはもういい、ちょっと待って、リストック来ない、リストック、
いやーもうリストって全部ボットに買われちゃうねこれ。これちょっといやー俺あ B2 もソールド、 B2 もソールドした。ゼブラがソールド。あ、ゼブラあるよまだ。嘘、こっちない。緑、緑、いやこれこれ違う、ないないない、ゼブラソールド、うん、ブラックはあるね全然。あ、B2 結構余裕あるな。 B2 は今回数多いね多分。うん、ゼブラ行ってたら変え、いや結構これ変えてる人多いんじゃない。はい、 B2 はもう全員、全員じゃない、もう変えてる人多いと思う。あ、っていうかもうショックです、ダメでした。もう B2 も、もうイエロー以外全部完売と。はい、あ、全部完売しちゃった。はいはい、ということでもう終わりましたね。うん、はい、もう残念、まあ、残念な結果ですよ。はいでまあ一般のね、うん、あとはまあ番号、うん、もうわずか、まあまあもう今回無欲ですから。あ、そう、無欲だね、無欲だもんね、もうなしで、うん、はい、まあじゃあちょっとねこの後大阪、マサスさん案内しながら、はい、たこ焼き食べたいね、うん、はい、行きたいなと思います。はい、それじゃあまた後ほど、また後ほど。これたまんないです、これネギポンって言います。初めて食べるの、どんな感じですか。うまい、うん、ネギがたまんないですね、うん、はい、いただきます。うん、これまたね、口の中ね、タコセン、マナカ名物ね、タコセンでございます。僕ね、名物じゃないけど、名物じゃない初めて、いただきます。うまい、潰さない、ギュッて潰して、そうそう、あ、これ潰すの、そうそう、ほんで、そうそうそう、うん、おいしいこれ、うん、うん、はい、それではですね、並ばれていた、方にですね、ちょっと買ったものをね、ちょっと見せていただこうと思います。まあ、いきなりですけどね。で、ちょっと見せてもらってもいいですか。先生、ありがとうございます。あ、まず目についたのはね、こちらのチューリップハットですね。こちら結構かっこいいですよね、こちらね。ブラック。なるほど。なんか、3グループ目で入られたんですよ。あ、3グループ目。おめでとうございます。はい、で、B2 さんですね。あ、こちらは、グリーンを狙われたみたいですね。はい、グリーン。はい。はい、ちょっと見えないか、かっこいい色、うん、これこれですよね、うん、でそれよりもやっぱり僕はこっちの方がいいですよね、これかっこいいよ ね、 いいね、これ人気の黒のボックスの方でね、これなんかね、お聞きすると、うん、3グループ目で、うん、ビーニーのグレーラスイチ取られた、はい、ギリおめでとうございますで、もう今回のメインですよね、ちょっといいですか。もう3グループ目絶対変えてるでしょ。これですよ、やっぱこれもう今週のウィーク15の目玉、これ、はい、来たちょっといいですかね、すいませんね、こちらですね、はい、で、サイズの方は、L サイズ、はい、でございまして、3グループ目で、まあお話によるとですね、もう3グループ目あたりでですね、もうこちらのグレーは M と L しかなかったらしいですね。はい、はい、おめでとうございます。かっこいい、カナダボディ、そう、カナダボディ、これいいね、これね、いや、いい、最高ということで、マサスさん、はい、まだ一般呼ばれてないんですけれども、うん、はい、またちょっと購入された方、今回は450番で、うん、450番、はい、なるほど、購入された方の購入品を見せていただきますんで、うん、はい、解説お願いします。見せていただきますね、申し訳ございません、はい、はい、で、まず
さらに触っちゃいますよ。はい。でこちらがブラックの B2 でございます。はい。いいですね。はい。なんかね B2 はねもうブラックしかなかったみたいですね。だからもう450番台では450番台です、ね、うん、1個しか買えなかったみたいですね。はい。で、はい、まあ、次がもう絶対これが皆さんが欲しいと思われている、はい、バーガンディの、はい、来た。ボックスロゴクルーネックでございます。俺がオンラインで狙ったやつ。いい色っすね。はい。来た。まあ、残ってたのはブラックとゼブラとバーガンディと、イエローですね。はい。の4色のみ、450番台で残ってたみたいですね。はい。はい。はい。じゃあちょっと合わせてもらっていいですか。これサイズは、はい、ラージってこと、 L サイズってことで、 L サイズ、いやでかい、いや僕にはでかいこんな感じでございます。いや、いい色ですね。いや、いい色ですね。いや、これ欲しかったな、ね、はい、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そうでね、マスさん、はい、ですね、600番台、はい、600番台で購入された方に、うん、の購入品を見せてもらえることになりましたんで、はい、ご紹介お願いします。じゃあお腹の方を見ていただきます。まず、こちらですね、ボックスロゴクルーネックでございます。おー、こちらですね、すごい、まあ、黒もね、もうこのね、もうきらびやかなこのボックスロゴ赤のね、たまんないですね、はい、これとかもね、なんかね、600番台ではもう黒とゼブラしか残ってなかったみたいです。はい、B2 の方はもうなしということで、はい、B2 はなしということで、はい、なかったみたいですね。B2 の方が数少なかったんですね。はい、はい、すごい。で、あ、ちなみに合わせてみるとこちらこんな感じで、あ、ちょっとサイズの方はですね、サイズの方は M サイズでございます。M サイズ、はい、僕の身長は161センチなんですけども、はい、まあ、M サイズね、僕はちょっと僕でもちょっと大きいですね。結構大きいですね、うん、今回のね。黒もいいですね。黒かっこいい。黒かっこいいな、はい、うん、はい、という感じでどうもありがとうございました。ありがとうございました。ですね、テラさんの方が、まあ、一般並びに行っておりまして、ちょっと、ね、だいぶ時間が経ってるんですけども、どんな感じなんでしょうかね、うん、結構ね、結構な時間待ってるんですけども、お疲れ様。あ、テラさん、お疲れ様です。いやー、マサトさん、お行ってきましたよ、一般並び。おうおう、なんとね、お何番だと思います？140人並ばれてたんですよ。まあ、140人ぐらいちょっと確認できたところで、うん、でなんと今回、うん、無欲で無欲で、うん、挑むということで、うん、ちゃんと無欲で行った、無欲で行ったもう無欲で行った、ちゃんともう、うん、もう多分もう何もないだろうと、うん、っていうことで、結果としましては、うん、なんと今回、うん、一般並び、うん、一番入店しました。お、すごいじゃん。はい、無欲で行ったんで、おめでとう。はい、一番入店です、うん、まあ実質はね、うん、2番目に呼ばれたんですけど、うん、まあ、先頭の方が来られてなかったということで、実質一番入店、はい、ということです。いや、これでね、やっぱり無欲で行った結果、はい、行きましたよ、ちゃんと。このね、無欲説、はいはいはい、無欲で両番を取りに行く説は、これはあり。マジで、はい、これ一番だからね、一番だから、一番だからね。で、肝心のですね、うん、変えたか変えてないか、ね、はい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 、そこ一番気になる、ね、はい、ちょっと待っておいてください、うん、お、まさかの、はい、いや、何も持ってねえじゃんということでね、うん、なんと、うん、店舗入りましたら、うん、クルーネックも、うん、ビニもないマジか、ない、もういいと言われちゃいましたよ、うん、ということでね、うん、いや、あのね、結構並んでる間、うん、前から来るお店出てくる人、なんかゼブラのね、クルーネック持ってる人とかがいたんで、はい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 、結構期待してたんですけど、うんうん、いやー、入ったらね、まあ引き上げられたのかな、うん、ちょっとその辺はわからないんですけど、もう入ったら自由に見てくださいっていう感じで、はい、っていうことで、なしと。なしかー。もうねー、まあダメ元で来たんですけれども、うん、いや、まあ今回残念ということで、まあオンラインも何もゲットできなかったということで、うん、まあ今回ちょっと残念だったなという結果なんです。がなんとね、今回、うん、大阪ね、うん、B2 が、うん、なんかね、2つ
変えてたみたいなんですよ。はいはいはい。それでとあるね、うん、友達が、うん、なんとですね、うん、ちょっと持ってきます。はい。お、なんとですね、並ばれた友達がですね、うん、私のためにグレーのビーニー、お、これをね、よかったじゃん、ゲットしてきてくれまして、うん、まあ、私自身はちょっとゲットすることできなかったんですが、うん、まあね、これちょっとまあいい悪いは別にしても友達の、うん、おかげで、うん、はい、お友達様様やな、友達様様ということで、うん、ビーニーをゲットすることができました、うん、お、よかったね、来てよかったね、いや来てよかった、本当無欲だからね、無欲で来てよかった、うん、いやもうちょっとね大切にしたいなと思います、うん、結構このグレーもね、うん、結構早かったみたいで、はいはいはい、店舗でも、うん、だから結構貴重なやつ、はい、うん、分けていただいたんで、本当よかったなという感じです。おめでとうございます、はい、ということでね、まあ、今回の検証結果なんですけれども、はい、無欲で挑めば両番にはなるかもしれない、うん、なるかもしれない、ただですね、うん、やっぱり思ったのは、うん、持つべきものは友達だなってあ、そうだね、はい、うん、やっぱり、うん、友達と並ぶと、うん、なんかいいこともあるのかなと、はいはいはい、いうのがちょっと分かったかなという感じで、本当、うん、はい、ゲストしていただいた友達ありがとうございました、ありがとうございました、はい、という感じで、はい、今回はこの辺で、はいはい、終わりたいなと思います。それでは皆さん、さようなら。ゲットしたぞ。おめでとう。